河合道の身は、江戸時代後期の姫路藩だろう。一般には、晩年の豪の寸王で知られる。堺市四代に50年余りにわたって使え、姫路藩の財政再建に貢献した。姫路城内侍屋敷で誕生。幼少より理髪で知られ、11歳の時から藩主、堺忠実の命で出資し始めた。天明7年に、父の胸身が病死したため家督宣告を。 相続、二21歳で過労に就任する。佐藤をたしなむなど、文人肌であった。江戸時代後期の諸藩の例に漏れず、姫自藩も、歳入の4倍強に及ぶ73万両もの、累積債務を抱えていた。堺氏は、不大筆頭たる名家であったが、その堺氏にして、日常生活にさえ支障をきたすほどの、困窮ぶりであった。このような危機的状況の中、 道の尾身は、たださねの信任のもと、財政改革に取りかかる。完成2年に、たださねが休止すると反対派の巻き返しにあい一旦、失脚するが、たださねの後を継いだただ道は、文化5年に、道の尾身を処方勝手向きに任じ、本格的改革に当たらせた。道の尾身は失素権役令を敷いて、出費を抑制させる一方、文化6年頃から、 領内各地に方、粘葬を設けて、農民を救済し、藩を治に努めた。従来の農政では農民に権約を解きつつ、それで浮いた米を藩が搾取していたが、道の海は領民に生活資金を定理で融資したり、米を無利息で貸すなど、画期的な政策を打ち出した。この政策は、藩内で反対も多かったが、疲弊した領民を再起させ、方、 ネ装の設置で基金をしのげるようになるなど、藩内の安定につながった。さらに、朝鮮人参や、砂糖キビなどの高付加価値な商品作物も栽培させることで、藩の収入増が図られた。姫路藩では、神殿開発は、従来から行われていたが、道の海の時期には主に、ハリマナダ沿岸で推進され、神殿での年貢減免策もを取った。海岸部では、 鹿間港をはじめとする港湾の整備に努め、米や、特産品などの流通に備えた。加えて、城下では小麦粉、菜種油、砂糖など諸国からの物産を集積させ、商業を奨励した。道の海の業績として特筆されるのは、特産品販売に関する改革である。藩内を流れる市川、加古川流域は、木綿の産地だったが、 従来は、大阪商人を介して販売していたため販売値が高くなっていた。道の海は木綿を、藩の千倍とし、大阪商人を通さず直接江戸へ売り込むことを計画した。これは、洗礼がなかったため事前に、入念な市場調査をし、幕府役人や江戸の問屋と接衝を重ねた上、文政6年から江戸での木綿専売に成功する。 色が白く、薄地で、柔らかい姫路木綿は、姫玉、玉川ざらしとして、江戸で好評を博した。また、木綿と同様に塩、比較、辰山石、鉄製品なども、千倍とした。これによって藩は、莫大な利益を得、道の海は27年かけて、藩の不採関西を成し遂げた。天保6年、69歳で隠居し、天保12年に没した。 去年75、忍寿参考近くの河池墓所に葬られた。昭和32年には、姫路市商工人の放産によって、姫山公園にある、姫路神社境内に、道の海を祀る寸、王神社が設置された。鳥居の右に、道の海の郷像がある。玉椿姫路藩はすでに藩校の高古堂を有して、 いたが、道の海は資材を投じて城下から南東へ4キロメートル。離れた忍受三男六に、忍受三皇を設立、来三洋や森田節祭、医界継承などを招いて、官学、国学、医学を伝授させ、次世代の人材育成を図った。なお忍受三皇は、道の海の没後、医学寮を除いて、高古堂に合併されている。戦術のように道のみは、茶人でもあり、 和菓子にも造形が深かった。天保年間には、城下の伊勢や本店を推挙して京や江戸で菓子を学ばせ、木姫後に藩の御用菓師匠とした。姫路を代表する和菓子、玉椿は、1822年に行われた藩主、堺正学と11代将軍、徳川家成の25女清姫との婚礼にあたって伊勢や本店が考案し、 道の海が命名したとされる。また、道の海が長崎へ派遣した菓子職人がオランダ商館で南蛮菓子を学んで木姫し、それが晩秋におけるカリン島の祖となったと言われている。硯の収集家でもあり、一品を100名以上有していたという。ありがとうございます。